皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回は1500キロカロリーって少なすぎるという内容でお送りしていきたいと思います。男性にとっては少ないです。女性にとっては中間地点かなという回答になります。男性はね、代謝が高いんで2000キロカロリーでも脂肪を落としきることもできます。ただ女性はやはり筋肉量がね少ないということもあって代謝っていうのも低くなってしまいます。1500キロカロリーは中間地点というふうに伝えたんですけども、最初の設定が1500キロカロリー、これは低いです。最初の設定はできれば1800キロカロリーぐらいから攻めて始めてもらえたらなと思います。ダイエットっていうのは消費カロリーよりも摂取カロリーの方が少なくないとダメなんですよね。ということは1800キロカロリーよりも消費できる状態からスタートしないと、いきなり摂取カロリーを減らしてしまうと代謝っていうのも高かったはずがいきなり落ちかねないんですよね。摂取カロリーと同様に代謝っていうのも左右されます。摂取カロリーが低ければ代謝も下がる、摂取カロリーが高くなれば代謝も増えていくという原理になっているので、できる限り落とさないようにするのが一番です。ここで1500キロカロリーっていうのは中間地点とお伝えしたんですけども、やっぱりダイエットをする上で1800キロカロリー、最初1週間2週間落ちてたのに急に落ちなくなったってなったらカロリーを落とさざるを得なくなります。最終ラインが1000やと思ってもらったら、もうその中間地点として1400、1500キロカロリーがあると思ってください。2回目落とした時は1600ぐらいにしようか、次落とそうか、1400かな、200キロカロリーずつ落としたり、長期間見れるのであれば100キロカロリーずつ落としたり、まあ、そういった調整をしていくんですけども、低すぎるっていうのは1000キロカロリー以下です。この1000キロカロリーをもし下回ってしまう場合、一度カロリーを戻してあげて代謝を戻す期間に専念してあげることをお勧めします。でその専念するときに1000キロカロリーからじゃあ何キロカロリーに戻したらいいねってなると思うんですけど、もう1週間おきに200キロカロリーぐらい増やしていって、最初のスタートした1800キロカロリーに戻したら一番いいんですけど、それが怖いって方は1500まで戻して、1500でも体重がキープできるようになったらまたちょっとそこから落としていく、また増やしていってっていうのも繰り返すんですよね。こうすることで体重が増えることなく代謝を戻して、さらに体重を落としていける状態を作り上げることができます。体重が落ちなくなっても見た目がスラッとしていく人もいっぱいいます。やはり筋肉をできるだけキープをした状態でダイエットを行おうとするのであれば、脂肪が落ちて筋肉が意外と落ちなかったとなると体重はあんまり変わらないですよね。筋肉の方が重たいんで。なのにでも体重変わらない、でも見た目見たらなんか痩せてない、すっきりしてない、これがダイエットです。意外と体重に出ないのに見た目に出るっていうこともあるので、まあ、そういったところも参考にしながらカロリーの設定をしてもらったらいいと思います。1800から1000キロカロリーぐらいの間を行き来してうまくダイエットをしていくと、代謝というものも落として戻して落として戻してを繰り返してダイエットを続けることができます。まあ、短期的にね痩せたいって言っていきなり1000キロカロリーぐらいからスタートする人もいるんですけど、もう間違いなくリバウンドをする未来が見えてきてしまうので、無理なダイエットっていうのは NG でお願いいたします。まあ、フィットネスインフルエンサーなどのね投稿とか見てると、こんだけ食べれんねやと思うかもしれないんですけど、結構インフルエンサーであげてる人はもう代謝が出来上がってたりするんで、自分に合ったカロリー量でぜひダイエットに取り組んでみてください。何か質問とあればコメントお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。